どうだ、それぞれの仕事は順番に報告しよう。俺からアーカーシャ端末の改装は完了した。それに用意するべき道具も全て揃った。次は私だ。旅人とパルディスディアイに行ったんだが、状況はちょっと。誰の仕業だ。その質問は何というか。旅人そんなわけで問題も発生したが、博士が船に乗ってスメールから発ったから、博士を排除するって目標は無事クリアだ。そうか。そうだ、ティナリからセノに伝言を預かってたんだ。ああ、覚えておく。俺の方も順調だ。エルマイト旅団の面、不用意な行動で敵に気づかれないように。よくそれだけの人数のエルマイト旅団を詰め、ラフマンたちの度胸と大胆な戦略のおかげだ。どうやら策が効いたようだな。うん、これで。待てよ。そうだが、こういう時は士気を高めるために。個人的な意見を求められるなら、俺は家に帰りた。アルハイゼン、お前ってやつは。ああ、もし何らかの一言を期待しているのなら、適任者を探した方がいい。お前ら教令院の学者たちはよく。一つ訂正したい。俺の肩書きは書記官。そりゃ分かってるさ。それで、その意味は文字通り会議での記録まあいい。セノも演説好きなタイプには見えないから。ここ、ご主人様。旅人のことさその通りだ。おお、早速士気を高め。あれ、みんな集まって何してるの。あ、ミイロだ。こんにちは。邪魔し。全然、これからあんたを真剣な顔で集まって。きっても、ちらほら他の表情も。いいところに来てくれたな。え、仲間になる。大事な議論に私も参加する。そう、極めて。ニーロ、君のスケジュールにまだ空いている。え、本当に。さ、私自分の耳を疑っちゃった。あなたたちは私が知ってる中で一番大胆で、心を躍らせ。ほっはん。あ、そうそう、スメール人じゃない。ヒヒ、そうこなくっちゃ。私、正直に言うとちょっとだけ怖い気持ちがあるの。でも、クラクサナリデビ様のために私やってみたい。自分を信じろ。うん、明日グラン。うっかりしてバレるなよ。もちろん。準備完了だな。これで解散していいか。言いたいことは思いついたか、ご主人様。そうだ、計画は偉大だし確かにその通りだ。重要な行動の。幸い最近うちには俺しかいないから。え、何でもない。